HostTV.com。 ドロップ、リップス、イーグル、クラブエッグ、歌舞伎町で4店舗を展開してきたクレイジーグループ。現在クレイジーグループ本店であるドロップの店舗で合同営業中のクラブエッグ。そんな中、水島健二社長から急遽呼び出され、まさかの合併を告げられたドロップのプロデューサー紫龍仁さんと代表取締役神崎誠也さん。しかし反応は意外にもポジティブだった。今回は運営陣内部の動きについて激論です。合併にあたってなんですけど、やっぱちょっと考えた時に、お互いのルールというか、ちょっと細かい、例えばちょっとしたものの値段だったりとかのすり合わせをしっかりやっていかなきゃなとは思ってて、罰金だったりのルールだったりとか、いろんなことがやっぱりちょっとずれてる少しなので、そこは問題かなっていうのはちょっと思いますね。それをすり合わせる時間だけ、ちょっとじっくりやっていかないとか、ここから多分その今の幹部たちもさ、こう強くなってきたら店のキャパが増えていくけん、で幹部10人ぐらいのルールやろうってなったら、もっとできることも広がるしさ、これから多分役職の争奪戦も始まるし、結構なんかそっちの方がなんかプラスプラスに考えていきたいね。問題が起こったらその時に対処すればいいかなって俺は思うけどね。ニクレイジーグループの総本山にするっていう意味で、すごくいい、ポジティブに捉えてるっていうところが、正直言うとその2つになって、その有名店の戦える土俵ができたってところだよ、本当に。あの営業みたいな、なんかすげえいけそうじゃない。なんかあのタックス、あの初回、あの従業員、なんかいろいろ売り上げを見てたら、これいけるかもってなんかちょっと思っちゃって、有名って言うともう戦えるじゃんって思って、なんか新しいこうすごいこうチャレンジをしやすい環境がもう整っとるっていうのが、俺的には一番いいとこかなと思うけど、やっぱチャンス数が多いってことは勉強できる数が多いし、ね、勉強ができる数があれば結果につながりやすい、すごい頑張るぞっていう人と、なんかもう全然そこに隠れちゃうような人がこう分かれて目立っちゃうんじゃないかなと思ったんですけど、そんなこともなく結構40人プレイヤーが内勤入れたりそのカンプ入れたりして50人近くがもう全員目がギラギラして、怖いですよね。やっぱりそのもちろんそれは多分エッグ側のシーンも一緒でしょうし、ナンバー争いは本当に激化していく一方、全部が全部いい方向に行くほどね、考えてないけん、ここからね、もしかしたら押して濡れていく人もいるかもしれないけん、それを止めんとね、気づいたらいいんだ、早く。じゃないと、売れるやつはバコーン売れて、売れん子はもう影に影になっていくけん。クレイジーの一番得意で人を育てるんだから、そこで特化していけば、もっともっとすごいところになると思う。ほんとそこだけはもう、ね、そうです、そうです、そこだけはもう、育てろクレイジーって言ったら、育てろクレイジー。育てのクレイジーグループと話す水島健二社長。以前密着した際もスタッフのことを誰よりも考えていました。やっぱホストなんでみたいになったかって言ったらお金を稼ぐっていうところが一番スタートだと思うんですよね。でそれでやっぱクレイジーらしさっていう変な言い方ですけど、型にはめないでその子の個性を伸ばしてあげるっていうのが一番大事だと思うんですよ。人間的に育てるっていうのは当たり前であって、そこからやっぱお金を稼ぐ人間にしてあげるっていうのを大事にしてって、そこから広がっていけばいいのかなっていうところが、会長のこれ信念なんですけど、やっぱこのグループのお店を自分の夢への通過点にしてほしいっていう形でオープンしたのが会長だったんで、それを一番に実行していくのが自分だなって思っていくんで、それが今のクレイジーの展望じゃないですけど、そこをどうやっていってあげるかっていうのですね。やっぱ夢のある従業員に対しては全力で応援したいし、それお金貯めてやってほしいよって思っちゃうし、しっかりやって、歌舞伎町を乗り切ってって、日本進出で楽しいですね。俺やっぱホストやってる時のモットーじゃないですけど、みんなで楽しみたいなっていうのがあったんで、俺一人だけ楽しみなんですよ。だからそのみんなが楽しくなれる方法っていうのを探してたら、必然的にまた自分も楽しくなってくるんで、それがなんか生きたというか、本当に思っとる。めちゃめちゃ綺麗事言って、いやなんかマジで本当に言うじゃん。マジでそう思うんですよ、ね、本当になんかみんなが楽しんでるのが結構楽しいですよ。お笑い芸人目指そうかな。何だナンバー争いとかさ、ここから激しくなるやん、そこで俺はなんか龍騎びっくりしたなって思ったけどさ、実際ビビないだったらマジって俺は思ったけどね。しゃぶらなかったっすね。ここまで来たんやっていうか、そ
そこで言うと例えば、まあ、エッグ側のチョコレートとか、うん、あの流星とかも、うんまあ、やっぱしっかり売って幹部になったわけ で、うん、でここからやっぱ、まあ、いい環境整って、うん、再スタートしていく中で、まあ、楽しみだなっていうのはめっちゃ思います、うん、そうね、それも含めてあるね、やっぱあの子たちのポテンシャルすごいから、うん、やっぱキラキラしてるからね、ボードであとやったら、あとサイコさんなんか笑ってるようで、もうあいつ結構すごいですからね、うん、やっぱそう、うん、ポテンシャルがかなりあるので、ナンバーラスはやっぱいい感じになっているな、うん、そうね、多分あのなんだかんだでやっぱこんだけの人数がおるやん、うん、俺らとかめっちゃフル株なわけやん、でやっぱその中に優雅と銀とかもおるけん、うん、やっぱそことのバランス、でもその中で誰がやるって感じで、もう本当に自分がやるぞっていう気持ちを、そうね、継続できたやつ、うん、やけんね、結局やつ、うん、勝負やけん、輝きがないやつを輝かせることはできんけどね、まあ、そう実際本当に、まあ、また楽しみが増えたよ、気持ちで接してくれて気持ちで返してくれる子が多いんで、代表させてもらってありがたいです、うん、この店で全力で支えようぜ、ね、そう、うん、最高の店作っていきましょう、うん、OK です。未経験者を育てることが強いクレイジーグループ、次回合併を告げられた3人の本音とは。俺はあの店をぐちゃぐちゃに、いい意味で店をぐちゃぐちゃにしていきたいんで、世間的なイメージは結構合併って良くないと思うんですよね、何が一番かなって考えた時の決断なので、まあ、悔しいってよりも別に、tell me should I go and call up a taxi? We can make out for a play in the backseat. Please tell me now how that all sounds. You can sleep in while I make breakfast, watch cartoons and talk about exes. And if you're happy, stick around. I just feel like this is worth the risk. I never felt a quiet like this. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on?Right now, we're running out of things to talk about.